い、皆さんおはようございます。ねえ、はいはい、時刻は9時半を回りましたが、ね、今日は行ってみましょう。嘘のような本当の和、ね、和っていうのは話という字を使います。はい、いよいよね、この FM ギノワ始まりましたね。はい、2回目の放送になりますね。1回目はつい先ほど終えて、これからは毎週毎週日曜日午前9時30分からここ FM ギノワからお届けします。嘘のような本当の和。はい、この和っていうのはね、話という字を書きます。うん、なんで話でいいやんって思いますけれども、これにはね、わけがあって、うわっと驚くようなお話エピソードね。それから沖縄の和ね、和を作っていきましょうね。はい、そんな思いを込めて MC は私、障害者さんのグループホームをたくさん手掛けています、かなでホールディングスの土井秀人です。よろしくお願いします。はいはい、最後までね、お付き合いいただきたいと思います。30分、楽しい話がお届けできたらと思ってますが、はい、私はそんなわけでね、今後パーソナリティを担当させていただくんですが、多彩なゲストをね、お迎えして、なんで嘘のような本当の話かっていうとね、やっぱりね、日常ね、あるじゃないですか。ね、嘘みたいな。大体、1日1回ぐらい、1、2回出てきません？皆さんね、聞いてるラジオ聴きの皆さんね、そんな気がするんですよ。僕もありますね、お友達もそうですけど、会社でもそう。あ、会社ネタあるね、うっそ、なんでみたいな思い描いてたこうね、段取り、仕事ね、こう進むだろうな、この人とこんなん行くだろうなと思ってたら、っていうことでもいいしね、中学生の息子がいるんですが、一人、っていう先生の発言対応とかね、はいはい、いろんなエピソード、思い出、皆さんからね、聞かせていただきたいと思ってます。はい、そんなわけでメールアドレスはね、これ共通ですかね、797ね、泣くな797 @fmginowan.com ね。はい、この番組はまた YouTube ライブ、ネット配信、映像届けています。はい、ね、嘘のような本当のは、嘘のようなでいいのかな、 FM、ギノワン嘘のようなみたいな感じで、YouTube 検索していただくと、まあ、後から見れちゃったりもねしますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。はい、あとは、スマホで聞けます。アプリ、リスラジカ、マイチューナーレディオね、ダウンロードしていただいたら普通に聞けちゃったりしますのでね。はい、皆さん日曜の朝から、今運転してる人気をつけてね、はい、起きたばっかの人、はい、この番組で目を覚ましましょう。というわけで、はい、お届けしたいと思います。嘘のような本当の話。はい、ね、先ほどね、お話しした私土井秀人エピソードね、なんで沖縄なのね、今月実はおかげさまで10周年ね、勝手ながら、いや嬉しいな、楽しいな、沖縄って素敵で、特にそのやっぱり海かなね、また夏が、日焼けが好きでね、沖縄の方からするとさ、何、日焼けも本当に肌に悪いさとかあると思うんですけど、うん、この綺麗な沖縄の海に憧れてやってきて10年が経ちました。もうね、そこ自体がね、嘘のような話なんですよ、正直さ、だってその時ね、47とかだからさね、転職もそうかもしれんしね、全くもう本籍も実は移してしまって、その時ね、もうずっと永住だっていうのはなかなかね、覚悟とか大変でしたねとかっていう人もいますけど、いやいや大変も何も、この嘘のような綺麗な海を見たくて、と一緒に、人生を過ごしたくてやってきたわけなんですね。はいはい、さあ、さてさて皆さんね、第1回目のゲスト、お迎えして、お届けしたいと思うんですけど、僕ね、最近でもないかな、結構前ではあるんですけど、やっぱね、
正直ね言ってしまうと58歳になりました悲しいのか嬉しいのか、こればかりはみんな平均して、やってきますよね。はいはい、ラジオの沖の皆さん、日曜日の朝早うから起きてんの、あ、ちょっとおじいかなおばあかな、ごめんなさいね。うん、そんな私ももうおじいの仲間入り。はい、そんなわけで体悪くするわけですよ、どっかね。うん、それでいや、もうもちろん肩も凝るけどさ、なんか椎間板ヘルニアね、腰も痛めてちょっと転職してとかね、やっぱりさ、うん、思ってたよりも急速度でなんかもう体に肩が来るような状態だったのが、嘘のような本当のね人に会ったの、会ったって言ってもね、何あの同級生のおじさん来てるんですけどねちょっとお呼びしましょうかね。はいはい、ね、皆さん初めて聞くと思います、ドクター、あられちゃんって何でしたっけねスランプかいきなり振ってしまいましたが、ドクター水素ボトルの、ねええー、会社の社長さんやってますね。はい、北条政宏さん今日お迎えしています。おはようございます。はい、おはようございます、はじめまして。はい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 、同い年ね、北条さん、これドクター水素ボトル皆さん知ってます？今すごいね、なんかね、あのなんて言うんだろうな、視界が変わるんですよ。僕もね、まあちょっとあんまり自分でおじさんって言いたくない、本当はね、もう何が今嬉しいって、あのちょっと自分より若い人から、え、若く見えますよねって言われる、あ、女性からよ、もちろんね、あの、まあ、男性でもいいんですけど、あの言われるその喜び、うん、肌もちょっとツヤツヤとまでいかなくてもツヤっとしてきてからね、うん、あのドクター水素ボトルのおかげだったりする部分もありながらね、いやいやいや、ちょっとね深呼吸して落ち着いていってみましょうね。はい、じゃあちょっとね、北条さんのお話を伺う前に、うん、初めて初公開かな、はい、聞いてみましょう。ちょっと CM です。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、というわけでね、私かなでホールディングスから、パーソナリティの土井秀人がお届けしていますが、ね、え、皆さん日曜日の、午前、ね、いかがお過ごしでしょうか、ね、はい、ちょっとねよかったら、ね、聞いててくださいよまだね、はい、ドクター水素ボトル北条さんこれ、ねえ、東京から、ね、来てくれて、まだまだなのか今どんななのか、ね、ちょっと軽く紹介してもらっていいですか。はい、簡単にお話しすると水素ガスがいっぱい出てくるボトルなんですね。ですから吸っていただくとものすごいこう体が元気になる、こんなものです。うんうんうん、はい、吸うっていうのはね、実は僕は吸ってるので分かるんですけど、鼻からあれですよね、チューブね。そうですね、チューブで吸っていただきます。でまあすごい多くのアスリートメダリストとかですね、いっぱいの方に使ってもらって、もちろんそういった体を使って頑張る人たちがものすごいこう体のレスポンスっていうかスペックっていうか変わってしまうので、一般の我々が使うとまあそれこそ嘘のような本当の輪なんですね。ねえねえ、うんうん、でまあいろんなことが起こるので、まあ、そんなことを毎日のように体験して、私全国をまあ回ってるようなそんな日々を過ごしております。確かに確かに、あのね、
おいしそうなね、酒場なのか、まあ、お昼のランチなのかね、いろんな料理をね、北条さんの SNS で見たりもしてるんですけども、水素ボトルね、僕ね正直ね、まあね、昔からね知ってはいながらとはお互い言いながら疑ってたんですよ、うんうんうん、水素ってそもそもね、わかんない、なんだかわかんないですよ、怪しいのかなってね感じもするよね。なんとなく理科のね授業とかで、その遠い遠い昔にね、はい、水素とはなんとかなんとか、ほら英語で書きますよ ね H ですかね、 H だっけ、はい、H です、まあかそもそもねこんなんですけど、でもね皆さん初心者でいいんですよ、僕もそういう意味ではそうなんです、最近なんですけど、水素を体吸なんですかね、取り込むっていうことは、どういうことですかね、こう分かりやすく、いくつか、うん、まあ、特徴があるんですけどね、うんうん、水素をまず吸うとよく言われているのは活性酸素、体を錆びさせる活性酸素を取ってくれる、これが一つ、うん、二つ目はこれあんまり濃度が高い水素じゃないとできないことなんで言われてないんですけど、鼻ね、吸い込んだ時にこの鼻の粘膜に水素が触れた時に体の血流がうわーって良くなって、結果的にいろんなことが、体がすごく元気になっていく、うん、こういうこと、まあ痛みが取れたりするようなことも起こりましたっていう人がすごくたくさんいらっしゃるんですよね、うん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 、ですから、まあ体の回復もものすごく早いんで、疲れたなっていう時に吸ってもらったりするし、これから勝負だっていう時にも吸ってもらったりするし、まあ、いろんな時に吸ってもらったりします。うんうんうん、何だろう、日々ね、まあまあ、すごく痛かったり辛かったりというするね、はい、そういう具合がない人においてはあまりその血流ってそう意識することはないと思うんですよ。はい、うん、ところがその血流が、まあ、お嬢さん曰くそのなんて言うんでしょうね、流れが悪くなるのかな、その、まあ、簡単にお話しするとその血流が悪くなった人はみんな体温が低くなるんですよ。だから私冷え性だなって思ってる人みんな血流悪いです。そういう人が、まあ、がんになるのも血流が悪いとがんになりますからね、うん、だからなんか体冷えてるとがんはどん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 大きくなってしまうので、うん、そうさせないようにするためには高い体温を保てばいいっていうことになって、うん、まあ、うちの機械使って東大が研究してくれたりで、そのことで、まあ、がんが消せるなんていうこともデータ的には分かってるっていうこともあって、まあ、治るって言い方はできないんですけど、うん、そういう人が続出してしまってるんですごいなって言われるんですよね。もう教えてあげたいですよね。そうですね、僕自身もねやっぱりその視野が変わったんですよ。そもそもだから血流ってね、確かにさっきも私自身が言いましたようにそんなね普段は意識しないと思うんですよ。とりあえず調子悪いな、具合悪いなと思うと一番人間多分身近にあるのは肩こったりね、腰痛くなったりね、まあビチッとした若い人はね分からないんですけどね、調子悪くなった時ってそういうなんか症状が出てくると思うんですよね。そうですね、うんうんうん、それが何ていうのかな、血液がこうぐーっとこう体の隅から隅まで循環するようになって調子が良くなるっていう。そうなんですよ。例えば目の見え方も全然変わっちゃうんで、うんうんうん、これは私の嘘のような本当の話ですけど、うん、吸って3ヶ月吸った時点で体温がさっき言ったように上がったっていうのと同時に乱視と老眼なくなっちゃったんですよね。だから今全然土井さんと同い年ですけどね、老眼全くないんですよ。だからスマホ目の前でこうやって見ます。本当本当、僕もあれなんですよ、免許の更新でね、はい、うん、メガネ好きだったんですよ、はいはい、裏のあるじゃないですか、ええ、普通にだって普段こんな目測りませんでしょ、視力って。そうですね、で久しぶりにねやっぱり更新こうでたらあれって言って結構見えちゃってて、うん、眼鏡なしになりました。まあ夜間ねあれば一応度の入ったグラサンとかもサングラスも持ってはいるんですけど、
そうですよね、不思議ですよね。そうですよ、まあ、あの鼻に一番近いところが目なんで、一番最初に吸った人が言い出すのは大体目なんですよね。あ、そっか、そっか、はい、ね、鼻両方の、ね、鼻にこうチューブというか、まあ、あれも抵抗ないですよね、僕実際やって ね、 そうですね、こう軽く引っ掛けるようにちょこっとね、うん、お鼻の中にね入れて、あとは何本読んだり僕もしてますし、あのね、映画見たり、うん、日常の中で吸いまくっていいんですかね。そうです、そうです。私もね、毎日夜寝る前に1時間半ぐらい吸ってますし、朝、まあ、ちょっとね、すごく深く寝られるようになるから、朝早く起きて吸うようにしてます。はいはいはい、まあ、起きてっていうか目が覚めちゃうんですよ。それですごい深く寝てるから、もう寝なくていいやって感じになっちゃうんですよね。そう、あれだけね、僕もね今思い出しましたよ、あれ1年ぐらい前、あ、もうちょっと前か、うん、整体ね、うん、ほら腰痛になるとさ、当然ほら、まあ針までいかんかったんですけど、あれもほら揉んだりね、あれしてこれしてって、はいはいはい、通うわけですよ、うん、でその時はいいんです、ちょっとこうね軽快な気持ちに慣れて、あ、じゃあまた、はーいって言って、また来ましょうねって言って、だけどなんていうのかな、すぐ要はまた痛くなるんですよ、うん、だから根本的な物事が治るというかね、良くなってないんでしょうね多分ね、揉むだけだとね。整体とか、針の治療とかっていうのは、あれは血流を良くするためにやってることなんで、その触ったところはね、血流が一時的に良くなるんですけど、水素は体全体が一瞬にしてブワーって血流が流れるようになっちゃうから、まあその場所だけじゃなくて、自分が気にしてもいなかったようなところが元気になってきたりとかするんで、面白いんですよ。気になりますね。その無意識に良くなっちゃうっていう、無意識にいろんなことが起こるんで、何がって言えないんですよ。だから困ってるところが良くなったりすることがよくあるんですよね。あ、なるほどね、そうよね、う、思い起こせば確かに、だから絶好調っていうのもね、もちろんね人によってあるかも分かんないんですけど、こればっかりはね、嘘っていうのはそれを目で見たり、あれじゃよくね人から話聞いてね、話合わせて嘘っていうのって、まあまあ半分ね信じてないところがあるのと一緒で、なんかこのね水素ボトルって言えよね、知らんしって言ったら、まあそれまでですわね。そうですね、体験ね、うんうんうん、まあ吸ってもらっちゃうのが一番早いんですよ、ね、確かに、ね、手っ取り早いんですけどね。だからね、そんな体験をねしていただける体験会みたいなのがね、ちょいちょいその沖縄でも行われているっていう風に聞きますけれども、はい、うん、それはそれでね、また次回がね、決まりましたらね、これからね沖縄でやりますよってなったら、もうすぐにね告知したいなっていうのはラジオでもね思ってはいるんですけど、嘘のような本当の話、まあ水素ネタじゃないところで言うと、そういう意味じゃこんな話したことないですもんね。そうですね、さあ58歳、遡ってみましょうかね、ねえそのような本当の話あります？私ですか？私がそうですよ。そうですね、30歳過ぎた時に、まあ、子供が2人目、まあ、お腹に入ったんで、ね、学校の先生になりたかったんですよ。だけど受かんなくて、どうするかなと思って、まあ、当時まだバブルのちょっと弾けるか弾けないかぐらいの頃だったから、うんうん、そんなにね就職はこう深刻に悩むような時期じゃなかったんですけど、まあ、一番最初に声かけてもらった人にのところに行こうかなってずっとこう、まあ、思ってて、うん、で近所のね仲のいいラーメン屋さんでラーメン食べてたんですよ、うん、そしたら隣に、まあ、デブのおっさんっていうか、まあ、とても恰幅のいい方がね、うん、座られまして、でちょっとお前今どんな仕事してるんだって言われて、いや学校の試験落ちちゃったんで、うん、ちょっと就職しようと思ってるんですって言ったら、じゃあうちに来いって言われてですね、他人じゃないんですか？まあ、一応知ってはいるんですけど、そんな、ね、日頃からなんかしてもらってるような人じゃなかった、うん、で結局ですね、そのこの日にここへ来いって言われて住所だけ渡されて、
ここのビルの6階だって言われて、なんか怪しい話なのかなってちょっとドキドキしながら行ったんですけど、行ってみたらなんと真珠を売っている会社で、男の私が真珠ジュエリー何それっていう感じで、まあそっからね、その真珠の業界に私14年ぐらいいたのかな。で、まあ、最初見ても全部同じものに見えちゃうし困ったなって思ったんですけどね、まあまあなんとかこうやってったんですけども、真珠のね糸をまさかね自分が毎日お裁縫のように何百本も糸替えするなんてね思ってもいなくてね、最初修行時代そんなことやるんですよ。で、ちょうどね1年経ったところで必ずテストがあるんですよ。それ知らなかったんですけどね、まあ、教えちゃいけないことになってるんですけど、うん、新人には、うん、である時社長室に呼ばれてですね、さっきの恰幅のいい社長がですね、うん、じゃあこれから、5種類の真珠をポンって置くから原価を当ててみなさいって言われるんですね。でただ私ね、それは一粒、ネックレスになってるのをドサドサ出されるんです。もう大おろしになったんでね。ほんでまあ実は私めんどくさがりなのでもう嫌だったわけですよ、毎日そんな糸替えするのがだからもうね、あのやるにこと書いてね、あの値段当てゲームを自分でやってたんですね。だからその社長さんにやられることは毎日やってることだったから、全部こう聞かれてもすぐ答えが出たんですよ。で、まあ、簡単に言うとこのその後じゃあ営業に出てよしってなったんですけど、真珠業界ってすごい大変なこう、まあ、目利きの世界なんで、普通は何年も3年も4年もひどい人だと8年ぐらいかかったりするんですけどね、1年目で外に出させてもらったんですけど、まあ見ることやることなすこと本当にね聞いたこともないようなあの世界でね、まあ本当にびっくりすることばっかりで、それを販売営業、販売卸し、まあ、問屋さんに卸すのが仕事なんでね、売ってくれるところを探す、まあ、ある、まあ、大手さんに卸してましたからね、有名な皆さんが知ってるようななんやら真珠っていうところにこう売るのが仕事ですからね。あ、はい、まあでもね、スタートは全く業界に行くとは思ってもいないようなところでそんな人生歩んでますね。嘘のようなみたいな ね。え、僕もそう、あれ聞いたっけな、知らなかったですけど、だね、教員免許と真珠。そう、何の脈略もなく、ね、興味もなかった世界だったですね。ということは、本庄さん、その30歳の若き日々ね、はい、第二候補はなかった。第二候補ね、その先生か何々。ああ、その当時はね先生になりたいだけだったんで、だその社長さん声かけてくれる後にいろんな会社から来たんですよ。広告代理店来ませんかとかいろいろ商社来ませんかとか、わーって話が来たんですけど、一番最初に声かけてくれた会社にしようって自分で決めてたから、まあそれがなんかのこう導きみたいなね感じで、そこを選んだんです。いやいやいや、このヒストリーがね、まあだけどまあまあちょっと驚くのが、まあ、お二人目のお子さんが、ね、こう大事な大事なアタックチャンス、ねね、場面で、そうですね、真珠、まあもね、物を売るっていうことに関してはすごい勉強になったんでね、まあそれが今につながってるんだと思うんですけどね。なるほどね。いやいやいや、そんなね、私はね、沖縄は好きで沖縄の人と心に触れてというね、はい、北条ね正弘さんねお迎えしていますが、ドクター水素ボトルの話もね、含めて、込み込みでね、北条先生と呼ばないといけないかもしれないけど、いやいや先生に慣れてないから毎回結構です、結構ですというところでございますが、はい、ね、早いものでね、お時間もあっという間30分でしたね。はい、そんなわけでね、来週また、日曜日、毎週日曜日の午前10時あごめんなさい9時半か、はい、9時半に、お届けしていきたいと思いますのが、この、はい、嘘のような本当のうわね、の話、はい、来週もねちょっとこのネタから、お届けしていきたいと思います、ね、
お相手は障害者グループホームのかなでホールディングス土井秀人でした。お嬢さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。